竹原俊仙が絵本百物語より、野狐本校の野狐、または夜間を描いたものとされる。沢木隆の百回図鑑より、野狐野狐は日本に伝わる狐の妖怪。普通の野生の狐、人間を馬鹿したりする狐、神格を持たない狐などを指して、野狐と称する。のと表記する場合も室町時代以前にはある。 のく、のこまの字を当てられることもある。犬も、こまも当時では、犬の類といった意味。人間を化かす狐たちのことである。人国記には、泉国の篠田明神に、のぎつねが多くおり、それが人をたぶらかしていたという文が見られる。何かに化けて人を驚かしたり、幻を見せたりして人を化かしたりする存在として、民間に流布しているきたちはおおよそ、 この野狐に該当していると言えるが、狐と呼称されることがほとんどであり、あえてやこと表現される場合はそう多くはない。野狐という表現が用いられるのは、主としてそれとは別の狐との対比が意識される場合であることが多い。江戸時代、野狐は狐たちの間の最低相位にあたる存在の呼称であるとされ、中は紀園、夕日祭さっきに収められた。 当時の宗教者が語った狐の階級も、高いものから、天子、空子、木狐、野狐の順で挙げられており、階級としては一番低い。また、江戸時代の随筆、宮川社満筆では、狐が語ったという話として、狐は大きく分けて善狐と野狐の二種がおり、善者は人に対して善であり、後者は悪をなすもので、あると説かれている。これらの説も、 天子や禅狐など、一般的な狐とは違ったものとの対比を取るために、野狐という区分が設けられたものであると言える。九州地方を中心に狐に疲れることを、野狐きという。野狐の意味は上述したように明確な神格を持たない狐などを指していると考えられる。付き物として表現される、際の野狐の姿は、伝承ごとに、 ほぼ一致しており、その姿や性質は、くだぎつやいズナおさきなど、同類の伝承と禁じ、類似している。実在の狐と違って、色が黒いとも白いともいい、ネズミより少し大きい、あるいは、猫よりも小さいとされ、本来のノギツネは目に見えないとも言う。長崎県平戸市周辺では、ノギツネが常に大勢連れ立って歩くと言われることから、 夜行の線引きずれという言葉もある。長崎県や佐賀県などの北部九州では、野つねに疲れた者は病気のような症状が現れると言われる。一気頭では、夜行ともいい、いたちに似たもので、これが人の脇の下に潜むとそのお人は、夜行に疲れるという。夜行に、やけどの傷跡や包装を舐められると死ぬと言われていた、ため、暴走を患った者は、 薬を寄せ付けないように蚊帳の中に入り、周囲に朝柄の灰をまくか、または刀剣を置いて、野木爪が中に入ることを防いだ。南九州では家筋に野木爪がつくとされ、野木爪を飼っている家筋はその後も、代々つき、養いきれなくなると牛場につくこともあるという。野木爪持ちの家の人は、野木爪を消しかけて、仲の悪いものにつけるといい。 鹿児島県いぶすきぐん町ではこれに疲れると、半病人のようになってしまうと言われていた。宮川聖雲、宮川社万筆。ありがとうございます。